酔っ払ってさ、そっちで盛り上がったかなんか知らないけどさ、シラフだったら絶対やらない、あの、相方呼ぼうみたいなノリやめてくんない？俺はさ、シラフじゃ言えねえような熱い話なんかしなくていいと思ってるからさ、そんな熱い話信用できねえからさ、酔っ払ってたからっていう風に言い訳するやつなんか俺最悪だと思ってるから、じゃあ酔った勢いでぶっ殺してやろうかって俺は思ってる。二度とさ、飲んだ勢いでさ、電話かけてくんだよ。頼むわ。頼むわ。ナタ持ってくから。頼むわ。なんか飲みに行くときは俺は盾を持って飲みに行こうだな。気をつけろよ。ファイト！